まあその辺りはそうだよね。普通のだから当時中学生高校生だったんですけど、まあ、中学生でね出して中学生で集まって出してたんで6名フィッシャーズとかそれだったりそうなのか、ねっていうのもあったりしますけど、今の時はやっぱ学生だとなかなか顔出ししにくいだろうし、じゃあねうちみたいに当時、まあほぼフリーランスみたいな感じのね活動の仕方でしたからね、自分でリスク取ってねやらんとっていいところが全然あったんで、逆に言えば、育て自由に動けましたからね。だから正社員雇った時期とかは全然アップロードできてないです。まあ、それもあって、まあ、仕事が忙しくなってきたっていうのもありましたけど、うん、当時のね、東日本大震災以降ぐらいか、からは、まあ、ブログとかそっちの方に、がもうほぼメインでね、やってまして、まあ、その当時にね、撮った動画の映像がちょっと出てきたのをね、ちょっとアップロードかけましたけどね。やっぱハンディカムね、こいつから復帰してくれると大きいけどな。とりあえず今度伊勢湾、伊勢湾言っちゃった、田町行くね、やつで、まあ伊勢湾をそのままね、ぐるっと回るようなね、企画にしようかなと思ってるんで、そいつの時は持っていこうかな。ただその前に、大決算会議が待ってますんでね、大請求祭りがね、待ってますんでね、そこ乗り切らんといかんから。まあ、そのお盆の西日本回ったやつとかもね、現金1万円縛りってやったから、キャッシュレスでね、支払いしまくった結果、まあ、請求がえぐいことになってますからね。うん。あそこ、夜中の1時までやっといんや、網公園さんって。へぇ。いや、そこの中にそれの時間もやってくれてありがたいですね。今長島のど真ん中ですね。さすがにたらふく焼肉食ったんで今いいや。あ、そうや、スポットリンクかとかなんかね、どこがあったっけ、あ、いや、トライアルあるや、朝日町に行ってきましたもんね、トライアル。ちょうどいいや、来ない1号線通りだし、あ、いい位置にできたな。トライアルは24時間やってますからね。あ、でもそう、ハンディカムがね、もう生産終了しとったのは、あれですね、この HD タイプのね、やつ。4K だとね、値段も上がるし、ちょっと大きくなっちゃうんでね、どうしても。そうなってくると、本当はもうアクションカメラでいいやってなってきますもんね。値段も 4K のハンディ、4K 対応のハンディカムだったら、もうあっちの方が変わらんし。どうせメモリーのね、都合とか 4K の撮影は多分しないと思いますんでね。本来純粋な散歩動画だったらね、ちゃんとスタビライザーとかザーッとつけて、4K 対応でね、やってて、4K ウォークとかって言ってね、海外だったらもう全然、そういった歩き合いの動画はもう 4K がね、デフォルトになっていってますけど。日本だとやっぱ散歩系動画って難しくなっちゃうのかな。周りの人の映り込みとかがやっぱ、極端に嫌われますからね。ここはもう完全にお国柄の差っていうのは出ますからね。さあ帰ってからどうしようかね。あ、でもそうだ、先駆けてやってたよっていう話ね、
とかしてましたけど、ゲーム実況配信も言ってちょっと早めにやってましたもんね。2014年にねやってましたけど、おかしいな。今やね、ゲーム実況、ゲーム配信者って言ったらね、もう、一つの一大コンテンツで、ニコ動でもね、 YouTube でもでかいですしね、もうもはやもう性能スパチャで、ね、稼いでなんぼみたいな、ゲフンゲフンね感じ。別にゲフンゲフンする必要ないけど、まあ全然普通にそうですもんね、実際に。うん、まあね、果たしてそれがね、あのアニメのね、あのバーチャルのキャラクターでやる必要があるのかな。ゲフンゲフン、それはゲフンゲフンだ。危ない。ね、大惨事になるところでしたね。ね、おっとっとっていうことでございますけどね。まあ、そう、ゲーム配信はね、まあ、うちのところだと、やっぱ、もともとゲーマーじゃないんでね、レトロゲーとかだったら、まあ、ゲームのその販売とか、中古の買い取りとかをやってたんで、多少おかしいのかな。でもね、うちジャンル的に担当してるのが、やっぱし、PC ゲームとね、同人誌、あと、まあ、アダルトな、グッズとかそういったのとかは、自分が発注とか買い取りとかもね、担当しておったんで、まあ、もともと多少詳しかった、プラスそれやってたんで、まあ、多少 YouTube とか喋ってもいけるのかなっていう感じはしますけど、年齢規制の問題が出てきてっていうね、もともこうもない理由もあったりするんですけど、うん。2013年、2014年とかか。ガールフレンド書くからですからやったんですよね。ガールフレか。でもふと思いましたけど、今ガールフレってまだそのサービスが続いてるんで、今どうなってるのかなとちょっと気になりますけどね、うん。一回ちょっとアクセスしてみようかな。で、その時はそれで配信やってみるっていうのもありかもしれませんけどね。うん、配信っていう、配信かな。うん、持ってくかな。まあ試しに録画撮りしかできないかな。スマホで多分やらないといけませんからね。あ、当時配信どうやってたんだっけ。そうだ、あのモバイルブラウザでしか動かせないんで、 Chrome をあのモバイルブラウザに化けさせるっていうアプリがあるんですよ。それ導入して、無理やりパソコン画面で開いて配信やってましたね。むちゃくちゃ、なかなかハードコアなことやってたな。どうなんだろう、グレーゾーンに入ってくるのかな。真っ黒ではないですよね。グレーゾーンかホワイトかの境目ぐらいのところですね。単に水晶環境じゃない蒸気環境でやってたよっていうだけになりますからね、いやー懐かしいな。やってましたね、そんなのとか。ああ、ブラウザゲーとかね、いわゆるもうアプリゲーっていうと、まあそれとはカンコレぐらいですからね。うん。で、それももうすっかりやらなくなってですからね。まあ、どっちかというと、もう完全に YouTube が、その代替になってるんですよね、うちの場合は。YouTube の編集して、そのニコ動ね、アップロードしてって、いうのが、楽しいんで、結局これがゲームの代わりになっちゃうんですよね。うん。